今日はスックのね20周年のアニバーサリーコンパクト、私がね買ったのは102の、夢咲子ピンク系の方のパレットを購入しました。装置はね届いた当日にね頑張って装置撮ってアップしてるので、気になってる方いらっしゃったらね、ぜひそちらをね参考にしてみてください。今回はねメイクです。すごくね華やかで可愛いメイクになりました。コメントでもねいただいてたんですが、受注生産も来るしこっちはね見送ろうかなっていう方もねいらっしゃるっていうコメントいただいて、ただねここの色がすごい可愛かったっておっしゃってて、ここがクリームでここがキラキラなので、シアなクリームとキラキラな色に囲まれて、マットのこの色がねすごい際立って、装置してて一番ねわーって思ったのが私もねこの色でした。使ってみたいなって思ったきっかけはこのチークの色と、あとねこのクリームシャドウのねテクスチャー知りたかったのでこれね買ってみたんですけど、色的にね感動したのはねやっぱりここでした。どこにねどう配色しようかなとか本当に迷わずにサクサクっとねメイクできたので、カラフルだけどすごくね使いやすいパレットだと思います。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではメイクスタート。
なネームメイクできました。今日はあのスックの、20周年アニバーサリーの、102、夢咲子、こちらのねピンク系のパレットを使ってメイクをしてみました。仕上がりはねこういう感じになりました。今年ねあのなんか一周回ってオレンジ系のねアイシャドウがすごく気になってたんですが、あのトム・フォード あのスレイユのオレンジの方のパレットがあそこですごいオレンジに対しての満足度が高かったので、今回のねスックもオレンジとねこのピンク系のパレットがね発売になったんですが、スックはピンクの方にしてみました。でこのコンパクトはアイシャドウが4色とチークが1色入ってるんですが、このアイシャドウのね4色の中のここのクリームがねあのオレンジ系だったっていうのも、あじゃあこっちのピンクのパレットにしてみようかなって思えたねきっかけの一つでした。スウォッチね見ていただいてわかるかと思うんですが、あでもねスウォッチちょっと色味ねわかりやすくしようと思って、2回か3回重ねてるかもしれないので、割とねあの色が見えてたと思うんですが、1回でこう指塗りで1回でした分に関してはとてもねシアーなクリームアイシャドウなので、こっちがコンパクト気になってるけどそこを一色オレンジなんだよねってちょっと気がかりになってる方も、あのシアーな発色だったら安心して使えるオレンジだと思います。マスカラは黒を塗ってからアディクションのこのディーププラム、これをねあの目尻側の毛先の方にだけね重ねました。すごくねすごくね色がねあの分かりやすく目立つっていうわけではないのですがちょっとねあの分かる人にはね分かるような光が当たった時にただの黒ではないなっていう感じはねあの分かる方には分かると思います。あとねリップは結局ねこのシャネルのアリュールベルベットの64にしたんですけど、これねあのマットリップ目元がキラキラしてたので、あのねリップはマットにしようかなって思ってマットに したんですね。ちょっとねグラデっぽくしました。でも今ね仕上がり見てたらなんとなく寂しいなと思って、ナーズのクリアなグロスにシルバーのねパールが入ってるのを重ねたんですけど、取れてると思ってたら取れてなくって、ここのね中央の輪郭の部分に重ねてちょっとね立体感出してみました。秋冬だったらねもうね全然マットでもねそんなに違和感ないのかもしれないけど、ちょっとねまだねまだ全然もう毎回言ってるかもしれないけどまだ全然夏なのでね、ちょっとどうしてもリップもねツヤっとさせたくなっちゃいますよね。でねハイライトもねこれ皆さん覚えてますか？おととしかなんかのホリデーのリップとこれとパレットがセットになった時のなんですけど、ここのハイライトがすごいもうすっごい可愛くて、ここのチークよりねこっちのハイライトを使うことが多いんですが、この青みのピンクがねちょっと今日は合うかなと思って、ちょっとねもう手に入らないものなんですけど、今回思いついたハイライトがこれだったのでねこれをね使ってみました。私はね今回このパレット先行発売でねあのゲットしたんですが、あのもうスックをね何個かもうスックのコレクション出るたびにも買われていて何個も何個も持っているっていう方にしたら、あの割とね既視感のある配色で受注生産のもね来ますしね、あのこれ絶対買った方がいいですよっていう感じにはならないんですけど、私がね今回買ったのはここのクリームシャドウを使ってみたいなっていうのと、ここのチークの色、ここがねすごい気になってたのと、あとまあ20周年っていうねあの記念のパレットなのでね、2つはね買わないけどどっちか買おうかなと思ってて、こっちのねピンクにしました。すっくね何か買ってみたいなって思ってて、どれにしようかなって迷って
った方がいらっしゃるんだったら、迷わずこれをね私は押したいと思います。色もねすごい可愛いし、私がね買ったのはピンクの方なので、オレンジね気になってる方はそちらでいいと思うんですが、ピンク系のこの配色も可愛いし、ここはねピンクって言ってもピンクっていうか、ここはオレンジ系なのでピンクだからブルベさんとかっていう感じじゃなく、全体的にね可愛い配色なので、なんかスックのね買ってみたかったなって思ってる方にはねすごくいいパレットだと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。